の準備が間に合いました。魔法少女が強さを発揮してる中、私は取りこぼしの激娘を取りに行きたいと思います。激案が欲しいのですが、能力は正直とんでも仕様になっております。まだ探してるようだが上の方だぜ。激案を入手したら、激娘はコンプするな。ここから詳細説明に入りますが、私の字幕を消します。激案が飛ばす音符は復活能力を持つ敵の体力5回分貫通。色違いの音符が出た時はオーバークリティカル。プラス値が増えるごとに追加で異なる音符を飛ばすよ。この音符は復活能力を持つ敵の体力2回分貫通し、アンデッドモンスターにダメージ。自分以外の味方に当たると巨大化復活回数付与体力回復復活の効果。色違いの音符はオーバークリティカル。2回行動付与自分にはかからず、重ね掛けもできない。2回行動中に付与する場合は、蹴り順が後ろのメンバーのみ効果あり、攻撃から補助までできるので、強いだけでなく、覚醒色禁止ステージでも使用ができます。主人公のレベル上げる理由って娘たちを強くするためだけみたいなもんだな。主人公も強いけど、制限がかかると食料に制限がかかるから、レベル上げだけしっかりしましょう。概要は以上だけど、魔法少女も期待しています。両方出れば問題ないわけだが、確率は期待できないぜ。なんせ娘の数が異常に多いからな。そこをなんとか頑張って入手します。10連ガチャ1回分準備するのに2ヶ月くらいかかるんだけど、1回分おまけがつくので50枚集めてから引いた方がお得。パネルの色は共通なので、キャラが表示されるまではドキドキの瞬間。新キャラがいるみたいだが誰だ？ドキドキ。説明が来るまで待つしかないか。ようやくわかりました。剣士ヒナの魔法少女です。時間はかかったが初の魔法少女だな。新規取得キャラは紹介があるので見てみましょう。ヒナ魔法少女は、3連続の高速回転で広範囲の敵をまとめて攻撃するよ。1回目の攻撃は復活能力を持つ敵の体力4回分までダメージが貫通し、2回目と3回目の攻撃はそれぞれ体力2回分までダメージが貫通するぞ。その後は敵の上空に剣を召喚して攻撃。強敵、ボス、がモンスターにいる場合はダメージがアップするよ。攻撃範囲内にいる味方は、攻撃力と防御力が上がり、体力を回復させるよ。激案ほどではないが、味方支援ができるのと、できれば最初に出しておきたいキャラではあるな。他の娘たちのプラスが高くなってきてるから、必ずしも激娘や魔法少女が強いと言い切れないけどね。中にはプラス10を超えてるキャラもいるので、一見地味かなーって思ってもすっごく使えます。あとはプラスだけだな。新規キャラは1体だけだが、魔法少女は強いぜ。個人的には激娘コンプしておきたかったです。数字上は主人公の方が上ですが、特性で娘たちは有利が取れるので使いやすいです。食料制限にかからないから圧倒的に強いもんな。まだ攻略してないステージはありますが、基本ガチャだけなのでその点はご猶予を。コラボガチャよりこちらの娘メンバーを引くことを推奨します。もちろん最後は皆さんの判断が最優先事項。激娘1体と魔法少女2体残してる状態で、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。桜さんのコーナー。私たちは貯金を出しました。勝った人はおめでとう。負けた人は残念。次回も見てね。